はい、それではインタラクティブシステム特論の第8回を始めます、えっと、お知らせですけれどもインタラクティブシステム特論の最終課題についてウェブを参照して準備を始めてくださいこの授業の始めの方にも言いましたようにプレゼンテーションを録画してもらってでそれをアップロードしてもらうでそれをみんなで見て採点をするというような課題になりますのでその準備を始めてください 詳しくはこの資料の方に書いてあります。で今日は第8回ということで、力格および力画インターフェースについてのお話をしていきたいと思います。話す内容は、力画のメカニズム、ディスプレイの種類や応用ということになります。でまあ、あの力の感覚についてですね、いろいろ詳しいことを言うこともできるかと思いますが、 まず筋肉に関して言いますと。とまあ、まずシンプルにですね。拮抗筋のペアというものについて理解しておいていただければと思います。で、関節というのがあって、それがまあ,あ、ある1 0度で動くという時にま、基本的には人間っていうのはだいたい2つの拮抗筋ペアを使ってま1つの関節軸を動かすということをします。 でこれは何で1つの間質軸に2つ必要なのかということについてちょっとエンジニアリング的な理解をしておいていただければと思っています。どういうことかというと例えば普通に皆さんがエンジニアリングとしてモーターを使うとする DC モーターでも何でも使うとするそうすると1つの軸には1つのモーターを使えばいいはずなわけですね。それが人間に関して言うとあるいは多くの動物に関して言うと非常に冗長に思える。 つまり2つの筋肉を使うことになっている。これはなぜだろうかということですで。答え方はいろいろあるんですけれども、1つには筋肉というのは収縮側でしか力を発揮できない、そういうアクチュエーターなもんだから、だから2つ必要だという答え方が1つあります。で、もう1つのより重要なポイントとしては、この制御の自由度を2つあえて設けることによって、 この関節の硬さと外力、まあ、出せる力ですね、の2つのパラメータを決定することができるということが重要です。要は、例えば我々は力むということができる。力むというのはどういうことかというと、2つの筋肉、拮抗筋を両方とも収縮させている状態になる。そうすると、動きにくくなるわけですね。つまりそういった動きやすさ、動きにくさというものを制御できるとともに、 外に出す力を出すこと、まあ、それは差ですね。差分として外に出す力を出すことが、出力することができるという、そのために、まあ、2つのペアがあるんだというふうに理解していただければと思います。でまあ、あの実際にですね、この筋肉の周りにどういうような感覚器があるかといいますと、大きく分けて3つあります。 1>, 1つは筋房水と言われている、まあ、筋肉の中に存在している受容器もう1つはゴルジ腱器関という、まあ、腱の部分筋肉と関節との間、まあ、骨との間のつないでいる部分そこを腱と言いますがその部分に存在している受容器で3つ目は関節受容器と言われまして、まあ、関節の中に入っているとされている受容器ですでまずは筋房水です でこれは筋肉の中に存在している受容器ということになります。筋肉が伸び縮みする、その時に筋内繊維が伸び縮みするので、この筋内繊維に巻きついている、まあ、この筋膀水の繊維が、まあえー、物理的な変形を受けて活動するということになります。でこの筋膀水は2種類あるとされています。1つは 1A あるいは 1A 繊維でして、これは太い神経です。でこれは 伸びびた長さおよ速度にに反応すするといいううふうに言われていますつまり物理的には位置と速度ですねで。文献によっては速度というふうにされています。それからまあ通線に繊維ですけれども、これはもう少し細い繊維になりますけれども、今度は伸ばされた菌が伸び続けている場合に反応するような繊維ということになります。つまり物理的には位置のセンシングをしているということです。つまりこれらによって、まあ、 速度及び位置というのがセンシングできているんだということになります。でそれから感、ま、覚、あ、系ということではないんですがガンマ運動ニューロンというのがあります。でこれは何かというと、まあ、筋伸縮の際の筋内繊維の緩みを防止するために、まあ、収縮させるための信号を出すような、まあ、そういうニューロンになります。 まあ維持するための重要な役割ということになります。で、筋膜水が関係している反射運動の一つが伸長反射というふうに言われているものです。で、これは何かというと、筋肉が受動的に引き伸ばされた際に、まあその筋肉が収縮するという反応です。で、これはいわゆる反射の中でですね、唯一の単シナプス性反射というふうに言われています。 すなわち、この 1A、1A 神経繊維の活動が一旦脊髄を通ってそこでリレーされてそして筋肉の活動につながるというものです。で皆さん、いわゆる室外腱反射ってご存知だと思うんですね。あの膝をたたくと膝がキュッとあの、まあ、蹴り上げるような反射があるとでこれですねあの、身長反射のうちの一つです。 で、これは引き伸ばされた際に元に戻ろうとするものということなので、例えば姿勢を維持するために使われていたりします。で、この身長反射があるときにはですね、同時に肥甲筋の活動、つまり反対側の筋肉の活動が抑制されるということも知られています。こういうのを一栄抑制反射というふうに言われています。で、次の受容器がゴルジ腱器官です。これは 骨格筋と肩の胃部の部部分に存在していますでこれは何かというと、筋肉が発揮している力に応じて活動します。つまり、まあ、この部分に発生している力を検出する力センサーだというふうに思っていただければよくて、で神経としては 1B 線の神経になります。で、腱反射のような、まあまあ、叩くような刺激の場合には、筋膜水だけが活動すると。 いいうふうふに言われていますでこのゴルジケン器官というのは筋の張力を一定に保つためにまあ活動しているんじゃないかというふうに言われています。でこのゴルジケン器官が関係する反射が何かというと 1B 抑制反射というふうに言われるものです。英語だとゴルジテンドンリフレックスというふうに言います。でこれはです、ね、ゴルジケン機関に 伸長刺激、要は伸,び伸ばすような刺激が加わったときに、今度は刺激が加わった筋の緊張を低下させるというものです、つまり先ほどの反射とは逆なんですね。で、この場合もやはり同時に亀甲筋の活動も生じるということで、まあ、ある種のこの筋肉をまあ保護するというような役割が考えられるかと思います。 で次にです、ね、あの力学に関する作色についてお話しします、まあ、触覚の中でもです、ね、皮膚感覚に関する作色というのは前回お話ししましたので皮膚感覚を除いた深部感覚に関係するような、まあ、作色についてお話ししていきたいと思いますでまずはです、ね、非常に代表的なもので腱振動による運動錯覚というものが知られていますこれは 腱の部分、要は例えばこ,うこの写真にあるような部分ですね、に80ヘルツぐらいの振動を打ち込む、まあ、例えばです、ね、あのマッサージ機なんかの強いやつを使っていると、まあ、これで十分感じられるんですが、でそうやってやると、まあ、関節がじわーっと曲がっていくように感じられるんですね。これも1972年ぐらいから知られている現象です。でこれの原因なんですけれども、まあ、一応考えられている原因としては、 振動の電播県に刺激するんですけれども、振動の電播が行われて、金防水を刺激しているからじゃないかなというふうに考えられています。この県振動を使ったインターフェースに関する、VR インターフェースに関する提案はかなりたくさんあります。今日もあとでちょっと話すことがあるかと思います。ただですね、この県振動というのはかなり強力な振動子が必要なので、 ま強烈な振動感を伴うような錯覚現象ではありますこの運動錯覚による身体の変量というものが知られています例えば鼻先をつまんだ状態で振動刺激を加えるとどうなるかというとままあ、腕が、まあ、腕の姿勢が変わるということになるわけですね腕の姿勢が変わるんだけれども鼻先がつままれているということで そこでどういうふうにその矛盾を解決するかというと、まあ、鼻が伸びたに違いないというふうに解釈されてしまうという不思議な現象があります。で他にもですねなんか頭の形が変化してしまったように感じるだとか、まあ、体の姿勢が変わったように感じるだとかそういうふうに運動錯覚によって身体自身の、まあえーまあ、認識の変容が起きるということも知られています。 でこれですね、あのうちの研究室の牛山君という人がやった研究なんですけれども、まあ、例えば運動錯覚、例えば腕の運動錯覚というふうに言うと、だいまあ肘に振動を打ち込むということが多いんですけれども、ただ腕の動き、手先の動きということで考えると、まあ、多数の共同筋、同時に動く筋肉があるわけですね。なので、複数の筋肉に同時に運動錯覚を生じさせると、より増強されるんじゃないかという研究をしました。 で実際にです、ね、7箇所ぐらいの刺激をしてやったときにある特定の場所を組み合わせの場合に、まあ、強く、またよりロバストに運動錯覚が生じるということを確認しています。他にもです、ね、実は電気刺激でも運動錯覚を生じるということは知られています。でこれはたまたま私のほうでやった研究から写真を持ってきましたが。 例えば、針で刺して腱の部分に電気刺激をしてやることによって運動錯覚を生じるということも分かっています。でこれは私の例の場合ですけれども、上腕三頭筋の肘側の腱の部分を電気刺激してやると、まあ、皮膚、電極でも電気刺激してやるということをやってやると、まあ、運動を知覚するということは確認できますで。これが実際の実験の様子なんですけれども、この被験者にはですね、 右腕の部分に、まあ、検刺激をしています。で、それに対して、左腕で、まあ、目をつぶった状態で、左腕で右腕の姿勢を模擬してくださいっていうふうに言うんですね。で、それ、まあ、つまり目をつぶっていて、右腕がもし動いたと感じたら、それを、まあ、まあ、鏡のように真似をするということを指示します。で、そうすると、どうなるかというと、まあ、刺激を加えてやると、 右腕もちょっとピクッと動きましたけれども、左腕がこんぐらいよく動きます。これはある意味非常に優秀な被験者というか、一番動いた人の例なんですけれども、まあ、右腕が動いていないにもかかわらず、このくらい動いたように感じられたということです。さて、今度は別の感覚によるハプティックの錯覚というのをいくつかご紹介します。一つはサイズ重さ錯覚、あるいはサイズウェイトイリュージョンというふうに言われているものです。 でこれですね。要は、同じ重量のものを2つ用意してやると。でだけれども、片方を小さくしてやると。まあ、大きさを変えてやるということをやってやると、小さい方が明らかに重く感じられるというものです。でこれ、あの各ご家庭で普通にできるものなので、ぜひやってみてください。例えば、この場合には、大きい小さいマトリオシカを用意してやって、小さいマトリオシカには重りを入れてやると。 ということを知ってやった状態で、両方とも同じ重さなんだけれども、まあ、持ち上げてみると、小さい方が明らかに重く感じます。これ、あの非常に劇的に感じるものですので、ぜひ試してみてください。他にもです、ね、明るさと重さの関係性があるということを調べた研究があります。これれは年の研究なんですけれども 要は黒いものは重く感じるし、白いものはまあ軽く感じるということで、そこはまあそんなもんかなというふうに思われるかもしれませんが、この研究の面白いところは何かというと、ウェイトリフティングをさせたんですね。腕で持ち上げるのをさせたんですね。それで何回持ち上げられますかということをやらせたときに、実は軽く感じられる白く塗ったものの方が回数が増えた。つまり、ま、あ 重い軽いというのが何か主観的なちょっとした錯覚かと思いきやその錯覚というのが行動にまで影響を及ぼすということを明確に示した研究ですで視覚によるハプティック錯覚でさらに、まあえー、有名なものとしてシュードハプティックスというふうに言われているものがありますでこれは何かというと皆さんがよく経験していることで、まあ、マウスカーソルの動きが途中で止まったりすると まあそこで、まあ、皆さんイライラしますよね。こういうマウスカーソルの動きしちゃうと。でそのイライラしちゃったときに、実は重さも感じる。要は触覚的な抵抗感も感じる。実際のマウスカーソル、マウス自体はスムーズに動いてるんだけれども、まあ、抵抗感を感じてしまうというものですで。それが一種のハプティック錯覚であるということで、こういう名前がついています。で,ですね。ちょっとシューダーハプティックスのプログラムをちょっと作ってみました。 例えばこれ、このマウスカーソルを見ていただいて、まあ、こう動かしているときにです、ね、スムーズに本体を動かしているんだけれども、こういうふうに、まあ、あのスティックしたりスリップしたりしているような映像を見せられると、まあ、マウスカーソルが重くなったり軽くなったり、あるいは凸凹を明瞭に感じたりします。これ実際に皆さんが自分のマウスでやることができると思いますので、ぜひ家でやってみていただければと思います。 あの、プログラムの方もちょっと、えっと、公開しています。で、こうやってやってみるとですね、まあ、つるんつるんと、まあ、あのー、滑っているかのような感じがしてしまいます。で、これ、まあ、いろんな写真に対しても使うことができて、例えばこれもですね、まあ、鉛筆のデコボコデコボコというような感じがするような気がしますよね。で、まあ、これはちょっと、まあ、わかりにくいような気もしますが、このサバの表面が、 なんとなく、まあ、でこぼこしているかなというような感じです。で、まあ、これはもっとわかりにくいですが、まあ、これ、本当にこう感じるのかということですが、まあ、この刺身の、まあ、白いところでスティックしているような感じがするかと思います。で先ほどまでのシュードハプティクスというのは、まあ、えー、マウスを持つ手に関する錯覚でしたけれども、実は身体の他の場所でも生じます。 例えばこれは i リア r 2 0 2 1年の発表ですけれども、ニューラルネットワークを使って自分の体の動きを予測させるということをして、100ミリ秒早く描画すると、自分自身が鏡に映っているんだけれども、その鏡がの自分自身が100ミリ秒早く動くというのを見せてやると、これがですね体が軽くなったように感じるそうなんですね。まさに全身でのシューダーハプティクスをやった例かと思います。 で視覚によるハプティック錯覚は他にもいろいろあります。例えばこれはミラーボックスによる現質の緩和という有名なものです。で何が有名かというと、実はこれ、この,あの本が有名です。あのラマチャンドランという方が書いた脳の中の幽霊という本で紹介されている事例なんですが、まあ、現質の患者さんというのがいると。これは何かというと、手足を失った後に切断部位が 問題ないはずなのになぜか激しい痛みを生じる。非常につらい状態だそうです。で、これなんで切断部位問題ないのに痛みを生じるんだろうか。神経そのものが痛みの信号を発揮しているわけではない。末梢神経が痛みの信号を出しているわけではない。で、この時の一つの仮説として、実は失った身体の脳内の座標が狂ってしまっていて、 体の中に食い込んでいるという状態になっているんじゃないかという仮説がありました。で要はです、ね、あの患者さんに実際にあの書いてもらうんですね。あ,のあなたの腕、今どうなってますかということを書いてもらうと、この上の図みたいに、まあ、本来ありえない形の腕や足を書くんですね。で、こういう姿勢だというふうに脳みそが思い込んでいるもんだからと、とてつもない痛みが生じて、 しかも姿勢を元に戻せないために痛みを生じ続けるという状態だというのが1つの説明になります。で、この説明に対してですね、ミラーボックスセラピーというのを、まあ、先ほどのラム・チャンドランさんは考えました。要は何をやるかというと、ミラーボックスという、この、まあ、要は鏡ですね、を使ってやって、まあ、本当はこの人、まあ、これ私ですけれども、この人の左腕が本当はないと思ってください。 本当は左腕ではないんだけれどもこういう状態を使うことによって両手があるぞということを強くイメージさせるで両手がある両手があるというふうに念じようというふうにするんですねでその上で脳の中でまあないはずの左手を動かしているというイメージをすることによって、まあ、現実が劇的に低減できるということを示しましたまさに視覚による身体錯覚ということは言えるかと思います 今度はです、ね、視覚によって痛みが減るぞということを研究した人がいます。これ何かというと、あの有名なチャールド・スペンスという人の研究室の研究なんですけれども、反転させた双眼鏡を使って、例えば指先が痛い人に対して、あ覗いてその指先を見せるとで。要は反転した望遠鏡なので、指先がすごく小さく見えるようになるわけです。 そういうふうに小さく見える自分の手があるという状態を作ると、なぜか痛みが減るっていうんですね。ちょっとこれ私自身やったことがないので、どのぐらい効果があるかちょっとわからないんですが、これもですね、一種の視覚による触覚の錯覚現象かなと思います。で視覚によると触覚の合,計合成によるハプティック錯覚ということで、おそらく一番有名なのは、このラバーハンドイリュージョンかと思います。 でこ,れこの動画自体が非常に有名なのでぜひ見ておいていただきたいんですけれども、まあ、この写真をよく見てくださいこの人は左腕をまず、まあ、両手をまあ地面につけているんですが、まあ、特に左腕が重要です左腕をまあ机の上に置いていてただそこに仕切りがあると仕切りがあって自分の左手は見えないだけれども偽物の手が目の前に置いてある。 その偽物の手が自分の手だって、まず初めは思えないわけですね。ですけれども、この手前の人がやっているように、偽物の手と本物の手両方に筆で、まあ、触覚、手がかりを与え続けます。ということをすると、まあ、この人はですね、視覚的には偽物の手のが撫でられているという状態を見ながら、触覚的には自分自身の手に触覚を受け続ける。 でこれをしばらくするとです、ね、だんだんゴムの手が自分の手であるかのように感じるということがあります。でこれ、主観的にそうだというだけじゃなくてです、ね、まあ、例えば心理実験で、まあ、このセットアップが終わった後に、あなたの左手は今、どこにありますか、まあ、目をつぶって、まあ、右手で指さしてくださいというようなことをすると、その位置が本来の左手の位置とはずれて、要は内側にずれて回答されるんですね。 そういうような形で、このラバーハンドイリュージョンというのは客観的にも生成しているということがわかりますで。私の方でもですね、まあ、ラバーハンドではなくて、ラバーフィンガーのイリュージョンというのをちょっと作ってみました。でこれ何やってるかっていうと、まあ、あの自分の人差し指の写真を印刷して、通し寸大で、まあ、プリントアウトして、まあ、この左側の図にあるようにこうやって作ってやると。 それから、仕切り板を作ってやるということをやる。それから、さらに、まああの、いわゆる、えー、ブラシを用意する。でこのブラシで、偽物の指も本物の指も同時に触れるというものを作る。こういうふうにしてると、ですね実は1人でも、このラバーハンド、ラバーフィンガーの状態を作ることができます。でこれ、意外とですね自分でやってみると、ただの写真の紙ペラであるにもかかわらず、割とすぐですね、 自分の指、あれ、これもしかして自分の指じゃないかなっていうふうに思うと思います。私は少なくともよく感じたので、ぜひやってみてください。これ実は消しゴムはちょっとポイントで、あの高さをちゃんと揃えるというところは結構重要かなと思います。で、次にですね、皮膚感覚によるハプティック錯覚というので、まあ、ピノキオ錯覚と言われているものを持ってきました。でこれは何かというと、まあ あの自分と、それから自分の前,の前にいる人っていうのを作用意してやるとで、自分の前の人の鼻を撫でつつ、自分の鼻も撫でるという、まあ、ていうか、先ほどのラバーハンドみたいな状況というのを作ってやる、まあ、ただこれ、目をつぶるんですけどね、まあ、そういうふうにしてやると、まあ、1分ぐらいで,です、ね、半分程度の人が自分の鼻が伸びたように感じるというものです。 で私自身もです、ね、これ、まあ、あの人をちょっと用意できなかったので、ペットボトルでやってますけれども、まあ、こんな感じで,です、ねまあ、自分の肌をなでつつ、まあ、このティッシュでつるんだペンをなでるということをやると、まあ、多少感じるかなというぐらいには感じました。これ、半分ぐらいの人しか感じないらしいんですけれども、まああのまあ、それで鼻が伸びたということで、ピナキオ錯覚というふうにまあ言われているものです。 これはですね、比較的最近発見された身体に関する錯覚です。インビジブルボディイリュージョンというふうに言われています。これは何かというと、VR 空間で手と足だけ描画するんですね。自分自身の体全体は描画せずに手と足だけ描画すると。で、それ、なかなか自分の体って VR 空間で見ないので、ミラーを前に設置してやって、VR 空間上ですね。 でそ,のそのミラー中で自分の手と足だけが、まあ、あるような状態で描画するということをします。で、この時にですね、まあ、動くということ、体全体を動かすということをすると、まあ、その動きとのまあシンクロによって、まあ、本当は描画されてないんだけれども、そこにちゃんと透明な体があるかのように感じられるという錯覚現象です。 今度はです、ね、皮膚感覚によるハプティック錯覚をいくつか持ってきました。これはまず、えーまあ、動きを感じる錯覚現象というものです。でこれ、我々の研究室でやった研究なんですけれども、何をやったかというと、まあ、要は指先にあの電極をたく,たくさん使う、まあ、前回ぐらい説明したと思いますけれども、まあ、電気触覚ディスプレイというのを使ってやって、それで加減運動で指の表面に動きを提示するんですね。 この場合には、まあ、前から後ろへの動きというのを提示します。でそれと同時に、指先を前方向にググっと動かそうとする力を出しますで。そうするとですね、本当は動いてないにもかかわらず、ずっと指が動き続けているような錯覚現象というのを生じます。これ、あの皮膚状の加減運動だけではこれ、生じないんですね。で、選断力も同時に提示するということがポイントで、 そうすると、まあ、全体的に合わさって、ぬ、ま、め、あ、って動いていってる動き無限に動き続けているというような感覚を生じるというものになります。で似たような錯覚がです、ね、実はあの我々よりも前に行われていました。これは何をやっているかというと、まあ、こ,のこの人、えーと、手のひらにです、ね、あの回転円盤が置かれているんですねで。回転円盤の表面に、まあ、テクスチャーがあるので、 まあ、手のひらには常に、まあ、この板が回転し続けているという感覚が提示されます。でそれだけだと板の方の錯覚なんですけれども同時にです、ね、振動を停止することによって、まあ、要は剣の部分を軽く刺激してやるということをしてやると、まあ、実はこれがですねあの板が振動して動いていてく板が動いていくというのではなくて手が動いていくと。 いうふうに感じられるという錯覚現象になります。今度はですね、同じような皮膚上での触覚提示が、まあ、あの指の動きの誤解をもたらすというものです。で、これは何をやっているかというと、まあ、シマシマがあるものに対して、まあ、指でまっすぐ、まあ、動かすという、まあ、それだけなんですね。 でただ、この時にでにね、まシ、あ、マがあるせいで、例えばこれ、まっすぐ上に指を動かしているつもりなんだけれども、だけど、まっすぐではないように皮膚上では感じられてしまうと、でこれで結果的にです、ねまあ、指が動いている方向というのが誤認されてしまう、でその誤認されてしまうので、まあ、結果的にさらにまっすぐ動かそうとするので、指の動き自体もおかしくなってしまうというようなものになります。 今度は皮膚感覚によって大きな動きあるいは力の感覚を生じるという錯覚でハンガー反射というものを紹介します。これはうちの研究室でかなり長いことやっているものです。まあ、何かというとハンガーこういう針金製のハンガーですねこれを頭にかぶるとなぜかそれだけで頭が一方向に回ってしまうというものです。 でこれハンガーを例えば逆に逆向きにつけると逆方向に回転したりします。でこれぜひお家でやってみてください。でこのハンガー反射というのが、まあ、なぜ、どういうようなメカニズムで起きているのかということをいろいろ解明するためにです、ねまあ、あの頭におもりを、まあ、ごめんなさい、頭に力センサーをつけていろいろ解析するということをやりました。 でその結果としてですねハンガー反射が本物のハンガーよりもより容易に出るようなハンガー反射マシーンというようなものを開発することもできていますでさらにですねこのハンガー反射っていうのは首を一方向に回すことができるような現象なので実は首が回ったままになってしまっているという病気 形成斜形というんですが、例えばこの左側の写真、これ、私が模擬的に撮った写真ですけれども、こういうふうな状態になってしまっている病気というのがあるんですね。で、この病気に対して、このハンガー反射デバイスというのを装着してやるということをやってやると、実はこの形成斜形の一つの回転方向、回転してしまっているという状態を打ち消すことができるということが分かってきています。 でこのデバイスです、ね、先ほどのハンガーとは違って、楕円形状のただの男性体のリングなんですけれども、それによってです、ね、効率的に皮膚の横ずれを引き起こすことができていますで。同様の皮膚感覚による力学の正規現象ということで言いますと、例えばこの左側のものはです、ね、ベルトで持って巻き取ると。 いうことによって皮膚を圧迫することをやっています。で右側のものもこれもグラビティグラバーという有名な研究なんですけれども、まあ、同様にですね、まあ、指に対して巻き取るということをしていますた。ただ右側のものは巻き取るだけじゃなくて横ずれの力も出したりするんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、皮膚の変形をさせることによって本来は外力がない状態で外力の感覚を生じさせるというものになります。 でさらにですね、こういったまあ皮膚の横ずれとか皮膚の圧迫というものが、まあ、力学の錯覚現象になっているで、それによって体の動きまで生じてしまうということは、実はですね、こっくりさんのような、まあ、いわゆる迷信の現象にもまあ含まれているんじゃないかというふうに我々は考えています。でこっくりさんというのはあの、外国で言うとウィジャーボードというふうに言うんですけれども、まあ、特に英語圏ではですね。 でこれ要は、10円玉をみんなで触っていたときに、10円玉が勝手に動いてしまうものだというふうにまあ皆さん思っているかもしれません。思っていないかもしれません。でこれに対して、我々的な観点としてはです、ね、これ、おそらく最初にちょっとまあ何らかのノイズで動いちゃったんだろうと。で最初のちょっとした動きによって、皮膚が横ずれを生じるわけですね。で皮膚の横ずれを生じると、 人間というのはさっきも言ったようにそっち方向の力を感じてしまう多くの人は力を感じるとそれに抗おうとせずにその力の方向につい動いちゃうんですねということで実はそういった現象っていうのが積み重なってコックリさんになってるんだろうというふうに我々は考えていますで実際にですねこのコックリさんの現象というのをです、ね、VR 環境中で実際に再現してみるということをやっていると まあちゃんとコックリさんの状況で手が動くということは再現できていますでさらにです、ねまあ、複数人というのを VR 環境中で表示しているということをしてやると、まあ、動きが増加するんですね要は複数人表示されているということは、まあ、自分のせいじゃないとこの動きは自分のせいじゃないということで責任分担がされるそうするとコックリさんが動きやすくなるということかなというふうに考えています はい、では次にです、ね、力学ディスプレイについて、まあ、全般的なお話をしていきたいと思います分類方法、です、まあ、分類方法はいろいろあると思うんですけれどもまずはです、ね、大きく分けて視聴覚のディスプレイと同じように環境型と非環境型に分けることができるだろうと思われます視覚の場合、思い出してください頸部のような左側の環境に設置するものとそれから体に装着するものというのがありましたよね。 力格ディスプレイもやはりそういうふういに分けるることとできるだろうと思われますで環境型の力学ディスプレイということなんですが、まあ、それはあの広くとれば、ファントムみたいなものも環境型と言えるんですけれども、この授業での分類としては、遭遇型と同一視しようと思います。まあ、それはあのこの授業だけのことだと思ってください。で遭遇型って何かっていうとです、ね、まあ、この動画のようにまさに、 触りに行こうとすると実物がぶつかりに来てくれるというようなものです。で要はですね、まあ、実物がそこにあるんだから、触ってみるとリアルな感触をするに決まっているわけですね。まあ、特にですね、カツンカツンというような、硬、まあ、いものの感覚提示ということでいうと、まあ、これに勝るものはないかなというふうに思われます。で、まあ、これですね、まあ、ある意味シンプルで、ある意味大変です。シンプルというのは、要は、あの、 手に対して、まあ、手には何も装着する必要は本来なくて、まあ、先ほどの場合にはペンになりましたけれども、まあ、それでまあ実物が飛んできてくれさえすればいいということ、ただ難しいということで言うと、まあ、実物が飛んでこなきゃいけないということは、要はそういった大きなロボットシステムが必要になるだろうということになります。で先ほども言いましたように、遭遇型というのは、まあ、普通にやると結構大変な装置になりそうなものなんですけれども、 ただ今です、ね、ヒューマンインターフェースの分野で、この遭遇型というのが実は見直されています。で例えばです、ね、ここで示したものは、ウェアラブルと遭遇型を一緒にできないかというものです。で例えば上のものは、手首についている、まあ、このしゃもじみたいなものが、まあ、常に手,に手首についていて、手が何かものに触ろうとすると、それ、まあ、実際に触れるようになるというものです。 で、下のものも同様に、今度は背中からショイコみたいなものがあって、ロボットアームが伸びていて、そして板があると。です。何かものに触ろう、板触ろうとすると、その板がやってくるというものになります。ですから、遭遇型ではあるんだけれども、まあ、もう少し汎用性を持たせるものということになります。で、遭遇型という言い方ではなくて、要は実物を使おうということで言いますと、まあ、かなり あのー、先進的な研究として、ハプティックリターゲティングというのがありました。でこれ、2016年の研究なんですけれども、何をやっているかと、これ、ぜひ動画の方で見ていただきたいんですけれども、実物の箱を用意して、それを持たせる。そこまではある意味当たり前ですね。ただ、その時のヘッドマウントディスプレイの映像を細工してやるんですね。でその細工してやることによって、 本当は1つしか箱がないのに、例えば右側の箱を触りに行こうとすると、描画されている自分の手の映像がちょっとずれて表示されて、それで結果的に本物は真ん中にあるのに、その本物を取りに行ってしまう。そういうよういよに要は 本物は1個しかない、まあえー、実物は1個しかないんだけれどもだけどそれがいろんな場所にあるかのように視覚的に錯覚させるというものになりますですからこれは、まあ、リターゲティングですから要は何かものに触りに行こうとした時に映像的にその、まあ、触りに行く,、まあ、行くという手の動作を、まあ、うまい具合にだ、まあえー、騙してやる調整してやるというようなものになります でハプティックリターゲティングというのは、まあ、かなりインパクトのある研究でした。でその後です、ね、まあ、このに似たような研究、触覚されたような研究というのは非常にたくさん行われています。で例えば、ここの左上にあるものはです、ね、実はハプティックリターゲティングと同じ年の研究なので影響されたということではないんですけれども、何をやっているかというと、例えば自動車のコクピットのようなものを使って、でそれ を VR 空間上でやっぱりコクピットの映像と重ね合わせてやるというようなことをしてやると、現実の物体を VR 空間の物体として触らせることができると。つまりま、ああちょっとしたしょぼいコクピットを用意してやれば、ものすごい SF 的なコクピットを視覚的に用意することができるというようなものです。ですから、ああハプティックリ・ターゲティングとはちょっと趣旨は異なりますけれども、実物を使っていると。 いいうう点ででははか、まあ、かななりりやたた研究が同時期ににあったんだなというふうに思われれますでそれからですそらね例えば右の研究は何かというとこれ2021年のアイルプ p v r の研究ですけれどもまば、あ、たきをした瞬間にハプティックリターゲティングをちょいとやってやるということですでそうしてやると目をつぶった瞬間にやってやることによって、まあ、より騙しやすくなるというような研究です 実は似たような研究が歩行に関係する研究で行われたことがあります。でこれ、おそらく来週お話しするかと思いますけれども、そういった研究に触発されたような研究になります。でそれから下の研究はですね、これは何やってるかというと、例えば、まあ、金槌で釘を打つというような時に、釘はだんだん沈み込んでいくはずなわけですね。だけど、まあ、実際にはこれ沈み込ませないで、 映像的にだんだんと沈み込んでいくように、まあえー、手の位置姿勢をちょっとだけずらしながらずらして描画していくということをやってやると見事にだまされてくれますよというような研究になりますでも実物を使うハプティックスの研究ということで、まあ、私が好きな研究をちょっと1つ持ってきましたこれはですね何かというとガタつく机それだけです ただこれもです、ねまあ、ハプティックスを使う実例として非常に面白いし実は今のこのコロナの時代から考えてみても非常に示唆的な研究なんじゃないかと思っています何かというと対面 VR 環境で、まあまあ、机がつながっているかのような状態を作っておいてそれで机に微妙なガタつきを作るんですねで VR 空間の向こう側にもこのガタつきが反映されるようにします で重要なことは、この VR 空間内のバーチャルヒューマンは、このガタつきにわずかに応答するんですね、机の下を覗き込むとか、でそういうことをするとです、ね、急にまあ臨場感、空間共有感がまあ増すわけですね。ということで,です、ね、これはまあ現実のものを使ったちょっとしたハプティックスで、実は現実感を底上げできるという、非常に面白い例なんじゃないかなと思っています。 はい、それからです、ね、ある種今の流行りということで言うと、特にエンカウンタータイプということで言いますと、ドローンを使ったまあ遭遇型の力確定、食力確定装置というのは非常にたくさん提案されています。まあ、これはまさに今の時代ですね、ドローンでこういうことができるようになったということです。でこれもです、ね、まあ、いわゆるあの遭遇型をある種の究極に持っていったものということで持ってきましたけれども。 まあ、メリーゴーランドみたいな感じでハプティックゴーランドって言うんでしょうかあの、まあ、エンカウンタータイプのものをすごくたくさん周りに並べて、まあえー、いろんなインタラクションができますよというようなものになりますでそれからですねこの、まあ、実物を使うということで言うと実物はもっと大きいものを使ってもいいわけで,で例えばですね部屋が動的に変化する VR ハプティックス環境 みたいなものもの提案されていますでこれはちょっと歩行関係にも関係するので似たようなお話は来週もするかと思います。でそれからですね、まあ、あの実物を使うということで一応ここで持ってきましたけれどもちょっと違うかもしれませんが例えば家用の掃除ロボットなんかもですね、まあ、身近なハプティックデバイスとして利用できるぞというような研究も最近行われたりしています。 さて、ということで、ここまでが環境型といいますか、要は実物を使った力学ディスプレイという話でした。で次にお話しするのは非環境型というふうに、まあ、ここでは定義しているものですで。その分類ということでお話ししますと、まず一つ、装着して使うか、外して使うかという言い方があります。という分類の仕方があります。 で装着して使うというのは、要はこの上の2つの絵のように、要は指に何かはめるんですね。ですので、VR 空間的には手の振る舞いを再現するように制御するということになります。でそれに対して、端型というのは、この下の2つのものでして、これは例えばペンとかです、ね、を、まあ、端して使うような設計になります。 ですから力学デバイスとしてはこのペンの挙動を再現してやればよいということになります。でこれが一つの装着型端型という分類なんですがもう一つの軸として環境設置なのか身体設置なのかという分類の仕方があるかと思います。でこの環境設置というのはですね左側の二つのものになりましてこれはあでちょっとお話ししますが 環境側に力を発揮する部分がある、設置する部分があるというものになります。で右側の身体設置のものは、まあ、身体の別の部位との間に力を発揮するというようなものになります。別の言い方をすると、これ、ウェアラブルということになるんですけれども、まあ、ここでは身体設置という言い方をしておきます。で この授業ではですね、特にこの設置によって分類をするということをちょっと強調しておきたいと考えています。でなんで設置というのが重要なのかということなんですけれども、要はこれ、あの左側と右側の図の違いなんですねで。左側が環境に設置している状態ですで。この場合というのは、要はある力を指先に出したいと思ったら出しちゃいいんですね。それで終わりです。ですけれども、 右側のように身体に設置している、例えば手首に設置しているという状態では何が起きるかというと、指先にある力を出したいと思ったら、作用・反作用で逆向きの力が手首の方に発生してしまうということになります。ですから、まあ、人によってはというか場合によっては、これは不自然な感覚、つまり力が指先に加えられたのではなくて、 何か手首が折り曲げられたような感覚が生じてしまうということになります。ですから基本的にはやっぱりいい力学を出したいと思ったら環境設置型ということになるわけです。で代表的な力学提示の製品としてはこれなかなか外せないものとしてサイバーグラスプサイバーフォースというのがあります。ここれれれ指先それぞれに力を出すとととができるサイバーグラスプというのと それから手全体を引っ張り上げるような力確定時をするサイバーフォースというのの組み合わせになっています。VR のある種の代表的な製品かと思います。これですね、設置という点では面白いんですね。で要はこれ、手の指に関して言うと、この左側あ、ごめんなさい、右上の写真を見ると分かるかと思います。指一本一本を手の甲の部分から引っ張り上げるような状態になっています。 ですからこれは身体設置手の甲で設置しているということが言えるかと思いますですけれども腕全体は今度はどうなっているかというとこれは環境設置なんですね環境側に設置の部分があるとそういうまあ2つの組み合わせをやっているような製品だというふうに理解していただければと思いますで今度はですねあの、まあ、環境設置の代表的なものとして、まあ、スパイダー8というのを持ってきました でスパイダーというのはこれあの非常に長年研究されている研究でしてバリエーションが非常にたくさんあります。ですからいろんな設置方式いろんな装着方式があるんですけれどもここのスパイダー8というのはたまたま装着型でかつ環境に設置しているものです指一本一本が環境側に設置されたモーターで糸によって引っ張られているということになります。ここれれににによよってです、ね、例えばこの動画に見られるように ルーービックキューブを解くことができるようなものになっています、まあ、このぐらいですね、各指に正しい力、ある程度正しい力を出すことができているデバイスというのは、今現在をもってしてもやっぱりスパイダー8がかなりいいものなんじゃないかなというふうに思います。で、今度はですね、例えば手首だとか手の甲に設置、部位としているようなものをいくつか持ってきました。これ 両方ともも CHI 2018でで発表されていたものです例えば左のものは静電気力によるブレーキで力確定時をしているものですが手首の部分が設置場所というふうに理解できますそれから右側のもの今度はまあ親指と人差し指で何か挟むような感じで使うようなものと思われますけれどもただこれもですねやっぱり主勝部の部分で握って使うのでその部分がま設置される場所ということになります で今度はですねこれあの、まあ、ウォーバーラインって言うんでしょうか、やっぱり2016年に発表されたようなものになりますで。これ何やってるかというと、親指とそれから他の指との間に力を発揮しているということになるので、これはどこが設置と言われるとちょっと難しいですね。人差し指、薬指、中指、薬指にとっては親指が設置、で親指にとっては別の指が設置というような形になること思います。 ですから、ご想像のとおり、これは、例えば、ものを外している感覚というのは、まあ、非常にきれいに出せるかと思います。で他にもです、ね、いろんな設置方式というのが、特に例えば、糸とかベルトとかで、まあの方式でいろいろ提案されています。で例えば、この左上のものはです、ね、おそらくそういった糸での、まあ、身体でウェアラブルにしているものとしては、代表的なものなんですが、ハプティックギアという研究で、 小コみたいなものを用意して、その小コから糸が出ていて、それで力の感覚を出してやっているというものになります。で右のものはです、右上のものは今度はベルトで上腕と前腕の間で力を出している。それから左下のもの今度はヘッドマウントディスプレイから糸が伸びていて、指先に力を出している。それからこの右下のものは今度は肩から糸がいっぱい出ていて、それから各指に 力を出していいるととうことになりますですから全部糸で引っ張るベルトで引っ張るということでは、まあ、そんな違いがないといえばないんですけれどもただまあ設置部位が異なっているというところは注目していただきたいと思いますそれからです、ねまあ、糸とかそういったもので引っ張るという身体から引っ張るということの中でパッシブにやるとつまりモーターで糸を引っ張るのではなくて その糸の部分をただのゴムひもとかの男性要素にしてしまおうというような研究があります。でこれは実は両方ともあの、まあ、私も関わったような研究になるんですけれども、実はこういったパッシブな男性力を提示してやるだけで、実は VR 空間で何かものを持ってるみたいな納得感はある程度高まるんですね。これちょっと不思議なことではありますけれども、何も持っていないという状態の時に、 何かものを持っているというふうに思わせるというのはなかなか難しいんですけれどもある程度こういうふうに力を発揮させるとゴムひもみたいなもので力を発揮させるということをやっているだけで実はちょっとした力学の納得感を感じさせることができます。 ここまで、まあ、あの身体設置ということについていくつかお話してきましたけれどもそういった身体設置の中でちょっと面白い事例として筋電気刺激を VR に使っているという事例があります。でこれ何をやってるかというと、まあ、筋肉に対して電気刺激をしてやると筋肉が活動して力が生じるということはこの力をうまく制御してやれば 要は何か物に触っているときの反力を定義することができるということになります。でこれは非常に簡単、簡単といいますか、要は軽量ですね、に作ることができますので、VR に使うことは、まあえー、なんか考えることができるわけですね。ちなみにこれを VR に使った最初の例はおそらく IVRC という学生コンテストでないかというふうに思います。この右側の動画の方になります。で なぜここで筋電気刺激というのを持ってきたかというと、これ、設置ということで考えるとちょっと興味深いんですね。要は、先ほどのように体のどこかの部位に設置してそこから力を発揮するということで考えると、筋電気刺激はどこを設置させるかというふうに考えると、もうおそらく、まあ、ある関節から別の関節への間ということになるんじゃないかと思います。 ですから、身体設置ではある、ちょっと変な身体設置ではあるという状況ではあります。で、この筋肉の電気刺激、実は結構簡単です。例えば、この左下の回路図、ずいぶん簡単な回路図かと思いますけれども、このぐらいでもですね、実は簡単に筋肉を駆動させることができます。で、この動画はですね、実際にこの、こういった回路で筋肉を動かしている様子なんですが、 こうやってやってみると指がピクンピクンと動いているのが分かるかと思います。ちなみにこの回路自体は安全とは言えないので、まあ、推奨するものではありません。もし細かいことを教えたければ問い合わせていただいてもいいと思います。で、こういうふうにですね、まあ、今度は手の内側ですけれども、まあえー、電気刺激をしてやるとこうやって動くし、まあ、ちょっと場所を変えてやると、まあ、ぐんにゃーっと変な感じにまあ手が動くということで、まあ、なかなかこれはあの面白い。 方法じゃなないいいかなとううふうに思いますでここにつけるとどうなるんですかね今度は、あ今度は、えー、指が、親指が曲がるような運動になります。はい。で、あの、先ほどの動画を見ていただいたときに、まあ、腕の筋肉を刺激すると、指が動くっていうことにもしかしたら、あの、 あの不思議な感じを持たれれたたかもしれませんただですねあの一般的に指を動かす筋肉というのはほとんどが前腕に存在しているということは知っておいてくださいで特にですね手、まあ、外筋というふうに言うんですが大まかな力を動きを担当するものというのは大体前腕の中にありますただ主内筋というのもありまして、まあ 手のひらの中にあって、細かな動きを担当するような筋肉というのもあります。ですから、多くの場合、指を動かすような vr インターフェースというのを見てみると。大体腕に電気刺激をしているものがほとんどです。え、今ですね、こういった電気刺激を、使ってやると、インターフェースとして使ってやるという試みは非常にたくさん行われるようになりました。 でまあ、リバイバルさせた一つのきっかけは、この2011年のポゼストハンドじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これを皮切りにですね、まあえー、インターフェースとして使う、あるいは、例えば壁を表現してやる、壁に触ったかのように感じさせる、あるいは、まあ笑っあのまあ、歯を食いしばったような表情を顔に対して作ってやることによって、まあ、発揮する力を。まあ えー、強くさせてやる。これ、右下の研究ですけれども、まあ、そういったような感じでですね、いろいろ応用が進んでいます。まさに花盛りの分野かなというふうに思います。で、これはですね、あのー、私のところでの、えー、今、博士課程の高橋くんという人の研究なので持ってきましたけれども、今年、まさに発表されたものです。で、今度はな、これは何をやってるかっていうと、指を前方向に折り曲げる側の 電気刺激をやっているものですでこれ、一つ面白いところがあって、何かというと、さっきとは違って、ですね指の、まあ、手の甲の部分に電気刺激をしているんですね。これまでの多くの場合は、まあ、前,腕に前腕の筋電気刺激をすることによって、指を曲げるということをやってきたのに対して、実は手の甲の部分に電気刺激をしていると、しかも、これちょっとあの不思議なことに、手の甲の部分の刺激なんだけれども、指が曲がる。 ような電気刺激をすることができるということでこれまでよりもずっと細かないろんな動きを出すことができるよというような研究になります。はい、ということでここまでで装着型のお話をしてきました。で次に端型持って使うというものについて簡単にご説明します。 で端型に関してはです、ね、やっぱりこれが製品としては欠かせないものですね。ファントムという製品です。センサブルという会社の製品で、まさにこの写真で見たようなものです。でまあ、あの60度をサポートしているものが最初にまあ製品化されました。でまあ、最初の頃ですね、指サックタイプ、つまり指をはめて使うようなものもあったんですけれども、多くの場合、このファントムはペングリップタイプです。つまり ペンをつけていてそのペンを握って力を感じるというものですで、この端型何がいいかっていうとリアルな触覚を出しやすいんですね要は例えば先ほどのように指一本一本を駆動するというようなものになると結局指一本一本にどういう力が加わるかということを VR 空間中でちゃんと計算しないといけないそれはなかなか大変だしなかなかうまくいかないわけですね でしかもそれをビュー一本一本再現するって大変ですで。しかもじゃあ力覚はそうだけれども触覚はうまくいってるのか皮膚感覚はうまくいってるのかという話になります。でそれに対してペンはどうでしょうかペンっていうのは実はいろんな作業に使います。手術もそうですし何かカッターで何か切るとかそういったものでも使います。つまり例えばペンという一つのもので 多くの VR 空間中の道具を代表することができるでそのペンの挙動をちゃんと力確定装置で再現してやることができればそのペンを握っている人の手には完璧な触覚力学が伝わるわけですねですから非常にコストパフォーマンスがいいということになりますなので今現在製品化されている力確定装置というのは ほとととんどがここのペングリッププタイプということになりますで、まあ、先ほどファントムというふうに言いましたが、まあ、例えばこういった3 0度の廉価版のファントムというものもまあ開発されていますし、まあ、これ、だいぶ昔からありますし、でそれをです、ね、実際に 3DCAD に利用しているという事例もあります。 ということでですね、あの先ほど既に言いましたけれども、装着型と端型というのは、実はほとんど、まあ、原理的に違わないような気がするかもしれませんが、大きな違いがあるというふうによく理解しておいてください。端型というのは道具に対して力提示をすることによって、まあ、コストパフォーマンスよく、まあ、リアルな再現をすることができるものだということです。 でこういった端型、他にもいろいろありまして、例えばパラレルリンクタイプというのもあります。この写真に示しました、えー、オメガというものやファルコンというのは代表的なものですけれども、まあ、これパラレルリンクなので、まあ、力を大きく出すことが出せる、できる。ただし、稼、ま、働、あ、範囲はちょっと小さくなるんですけれども、そういったものになります。であとですね、あのスパイダーというものっていうのが、いろんなバリエーションが提案されているということを言ったと思いますけれども、 ののスパイダーいいうのも当然提案されていますでこの動画にお見せするようにですね、まあ、あの力を非常に精度よく感じながら、まあ、こういった作業をすることができるというものになっています、まあ、なかなかここまでの完成度の高い力学という装置ってないんですね、まあ、あの非常に優れた製品かと思いますすでにこれ製品になっています それからです、ね、これはあの少し昔の製品になりますけれども、ハプティックマスターという製品がありました。これは何かというとあの、いわゆる力確定装置でファントムのようなものかというふうに思われるかと思います。それも一つ間違いではないんですが、ただ大きな違いがあります。何かというと、これは産業用ロボットのような非常に硬いロボットを作って使ってるんですね。 硬いロボットというのは要はバックドライブビリティがないという意味です。バックドライブビリティがないというのは要は人間がそのロボットの先っちょを押しても何も制御しなければ全く動かないというものです。だけれども力センサーを末端に設けることによってその力センサーでもって今こういう力が加えられている。だからこういうふうに動くべきだというふうに、まあ シミュレーションが行われてそれによって動くというようなタイプのものになります。でこのですねバックドライブビリティがあるように作るかなくてもいいように作るかというのは実は非常に大きな選択肢になります。でこれ何を言ってるかっていうと例えばあのギアでもってこのバックドライブビリティっていうのは変わるんですね。例えばこの今持っているものっていうのは出力軸を動かそうと思って動かせます。 ですけれどもこのギアのギア比が高くなればなるほどあの出力軸から動かそうとしても動かなくなるんですねで。こういった出力軸からの動かしやすさのことをバックドライブビリティというふうに言います。で、一般的には歯車のギア比が大きいほどこのバックドライブビリティはなくなっていきます。ということは、要はギア比って何のためにあるかというと、 小さなモーターで大きな力を出すためにギアっていうのを使うわけですね。ということは、小さなモーターで力確定装置を作ろうと思ったら大きなギアが必要になって、すなわちバックドライブビリティがなくなってくるということになります。ですから、ここで出力軸を触った時に勝手に動くようなバックドライブビリティをあるようにするか、あるいはそれを諦めるようにするか、 いうのは非常ににに大きななな選択肢とととといいううここってそれで制御が変わるということになります具体的なもので見てみますと例えば先ほど紹介したファントムあるいはスパイダーといった製品というのは軽い装置の代表ですつまりこれは出力軸を人間の力で動かそうとしたら容易に動くようにそもそも作ってあると。 ああえてて作ってあるというものですバックドライビリティがあるものということになりますで。それに対して最後の方で紹介したハプティックマスターというのは今度は硬い装置の代表です。これは産業用ロボットを転用すれば必ずそうなりますしでそうするとですね高いギア比になりますのでユーザーが直接動かすということは少なくともできないのでなのでハンドル先端の力センサーに応答するように制御するというのが基本になります。 でバックドライビーティがある装置、要は軽い装置の制御方式っていうのは、インピーダンス型という言い方がされることがあります。これ、要は何かっていうと、まあ、手先が動くことがまず先にあるで。動くことが先にあるので、その動くということによって、手先の位置が変わりましたよで。手先の位置が変わって VR 空間中の壁にめり込みましたよということが分かったら、 壁にめり込んだねじゃあしょうがないから力学ディスプレイは動いて力を出そう反力を出そうというそういう制御の仕方をするということですですから手先がまず勝手に動けされるということが重要なのでバックドライビリティがあることが重要ということになりますでセンシングとしては手先の位置を計測するということになりますで実際にですねこういったバッ,クバックドライビリティがある状態で インンピーダンス制御型で柔らかさを提示しているような事例になります。これ、単純にモーター1つでやっているような例ですけれども、まあ、柔らかいという感じが出せています。で、今度は硬い装置の制御方式ですけれども、これをアドミッタンス型という言い方がされます。で、や,っているやり方は先ほどすでにお話ししたように、まず、末端に加えられる操縦者の力を計測します。 その力に基づいて手先がどう動くべきかということをシミュレートしてやってその軌道を出力するというやり方をとります。ですのでこの場合手先に力センサーが必須ということが、まあ、先ほどとは全然違うところになります。ただしバックドライブビリティはこの場合には不要なんですね。ですので 産業用ロボット、その辺にあるロボット、という方もできるかもしれませんが、そういったロボットの硬い装置を利用することもできるということになります。ですから、今現在ですね。そういった、産業用ロボットといいますか、六軸ロボットみたいなものっていうのが、非常にまあ安く手に入るようになってきてますよね。ですから、そういったものをハプティックデバイスに転用しようと考えた場合には、このアドミッタンス型を考える必要があるかなと思います。 さてということでここまで設置について、まあ、注目しながら力学定装置についてお話してきましたがここで非設置型で力学定時が可能かどうかということをお話ししますでも当然可能ですで3つぐらい多分分類することができてなんとか本当の力を出すそれから何らかのトルクを出すそれから皮膚感覚や錯覚を利用するという、まあ、そういった方式があるかと思われます まず何とか力を出すってことなんですが、まあ、ジェットとかいろんな方式がすでれれに考えられているんですが、最近の1つの流行りは、ドローンを利用した力学提示かと思います。要はドローンが登場してくれたおかげで、まあえー、プロペラと強力なモーターというのが安価に入手できるようになったわけですね、まあ、簡単に入手できるようになった。なので、それを使って力学提示をしてやろうと。 いう研究が2018年頃に多くなされました。今度はです、ね、力そのものを出すのではなくて物性を変えることによって力確定時の役割を果たそうというようなものがあります。でこれ、かなり今流行っている方法なんですけれども、おそらく代表的な最初の頃のものとしては、えー、左上のトランスカリバーという2018年からの研究かと思います。でこれ何やってるかというと重りが 移動するんですすね移動することによって例えば VR 空間中の重たい斧なのか剣なのかあるいは縦なのかそういったものっていうのを力学的に感じさせるというものになりますであるいは例えば右下のもの今度は何をやってるかというと扇子を広げています扇子を広げることによって広げる閉じるということによって空気抵抗を変えてやるそれによってまあ振る舞いを変えてやるというものになります ですから、これらのものというのは、まあ、ダイレクトに外力を発揮するというものではないんですけれども、物性を変えることによって、力確定時の役割を果たしているものということになります。でこれもですね、まあ、同様に、まあ、棒の中の重りの重心糸を押させることによって、まあ、違うものを持っているというふうに感じさせるということでは、先ほどに似たような研究かと思います。ただ、少し違うところとして、まあ 手で持っている場所というのを視覚的に位置ずらしさせてやる、すなわち先ほどお話したハプティックリターゲティングをやってるんですね。でそれと組み合わせることによって、まあ、望んだ重心位置の棒というのを表現するという、そういうようなものになります。次にご紹介するのは回転体を使って何とか力学提示をするというものです。 で一つの代表的なものは、ジャイロ効果を利用しているものですで。ジャイロ効果って何かっていうと、例えばモーターがある軸で回転するというときに、まあ、その回転とは直行するある軸、例えばこれで言うと、赤い軸に沿って回転させてやると、筐体全体を回転させてやるということをしてやると、モーターの回転と筐体の回転の二つの軸とは別の直行軸でトルクが発生するというものです。でそれをジャイロ効果というふうに言います。 今現在全然モーターが回転したい,いので、こうやって上下に動かすことができますが、回転しているときに、やはり上下に回転、動かしているということをしていると、何か左右方向にトルクが表現されているのがお分かりいただけるかと思います。これ、ちょっとあのハンダを使ったので、ハンダを止めているビニールテープがちょっと途中で剥がれてしまったので、こういうふうに爆発的な感じになってしまいました。 このジャイロ効果を使った研究というのは、いろいろ研究、提案されています。おそらく一番最初にそれをやったのが、ジャイロモーメントを用いた力学定義装置ということで、2002年の研究かと思います。でそれからです、ね、それを発展させて、今度は2つのジャイロを使って力学定義をするというのが、この右側のものになりますで。1つのジャイロを使った場合にはです、ね、ジャイロ効果によるトルク定義を行っているときに、 回転軸がだんだんと傾いていくので、どうしても望んだ軸とは違う軸のトルクも発生しちゃうんですね。で、それをまあ2つ使うことによって、お互いに相殺するということによって、解決しているというものになります。それから、右下のもの、これは今度は何をやってるかっていうとですね、まあ、そういったあの制御とかはほとんどやってません。 ハードディスクを高速回転させてやって、それを、まあ、頭に取り付けてやる、ヘッドマウントディスプレイの前に取り付けてやるということをやっています。でそうすると何が起きるかというと、頭を振ったときにジャイロ効果で抵抗感を感じるんですね。まあ、それを VR コンテンツと同期させて、まあ、利用するということをやっています。で今現在です、ね、あの先週もお話したかと思いますが、ヘッドマウントディスプレイに触覚を 組み込むというのは非常にたくさん行われているんですが、それの実は先駆け的な研究だったかなと思います。2017年の研究です。で今度はですね、ジャイロではなくて、回転速度を変化させることによって、まあ、その軸に沿った、まあ、力を取り出そうというものになりますがあります。で、それもですね、おそらく第一番最初のものっていうのは、 この2つあたりかなといいう,うに思いますであの例えば左側のものっていうのはやはり IVRC という学生コンテストで、えー、初めに開発されたものですけどもバーチャルチャンバラというもので要はモーターによって重りが高速回転しておいてそれで急に止めるということをしてやるとガツンという強い激力を生じるそれによって、まあ、チャンバラの状況を作ってやるというようなものになります。 で今度はです、ね、振動を使って擬似的に力学を出そうというような試みがあるので紹介します。変化速度の利用というふうに言われています。で何かというと、この上のアニメーションにあるように、ね、重りが振動しているときに指で挟んでやるんですね。でそうしてやったときに、重りが一方向には速く動いて、この場合には前方向に速く動いて、で もう一方向にはゆっくりと戻るというような振動をさせますそういうのを変化速度という振動というふうに言いますでそういうふうにさせてやるとです、ね、人間というのは、まあ、強い振動の方はちゃんと強く感じるんだけれども弱い振動の方はあんまり感じないということでもってこれをです、ね、一方向にずっと振動しつつ、まあ、引っ張られているような感じというふうに解釈するんですね まあそれを力比確定時に使ってやろう、擬似的な力学確定時に使ってやろうというものになります。で、一番最初の研究は、これ、ブルナビという雨ア宮ミミア先生という方の代表的な研究、面白い研究で、で、これを皮切りにですね、非常にたくさんの研究が行われるようになりました。で、それの一つの代表的なものが、隣のトラクションというもので、これは何をやったかというと、実はこのブルナビの左側のもの、最初のものっていうのは、 非常に大掛かりな重りを動かすような装置だったんですがそうではなくて実は単なる振動子 LRA のようなものであっても波形を変えてやれば引っ張る感覚は出せるよということを示したんですねでここからです、ね、振動子を使ってやって力確定時を理事的な力確定時を出すという研究が非常に行われるようになりました こういった変化速度を使った力学定時疑似力確定時というのは一つの今のの今潮流は多自由度の定時です例えばこの左上のものというのは我々の方の研究なんですけれども DC モーターを使ってやってノコギリ波のようなものを出してやると実は一方向に力を回転する力というのを感じ続けるというようなものになります。 あと例えばですね左下のものは今度は指にたくさんそういったものをつけてやる振動子をつけてやることによって、まあ、多自由度の力を各指に出してやるようなものになりますで右下のものはですね今度は VP2 という強い振動子を使ってやることによって、まあ、平身運動それから回転運動の感覚を出してやるようなものになります で今日の初めの方にですね、ハンガー反射っていう感覚が、えー、錯覚現象があるということを言いました。要は、頭にハンガーをかぶっていると首が回ったような感覚がする、皮膚変形による疑似力学ということなんですが、実はハンガー反射っていうのは、まあ、いわゆる疑似力学の中でも相当強い力の感覚を生じることができる錯覚現象です。ですから、このハンガー反射を 頭ではなく、他の身体部位に対しても提示することができれば、実はかなり面白い力学提示装置になるはずなんですね。で、そういったことの一つの、えー、やったことと、我々の方でやったこととして、実はハンガー反射は、まあ、手首でも出すことができるし、腰でも出すことができるよというようなことを実際に確かめています。腰でも腰が曲がったような感じがするというものです。 こういったですね皮膚変形を使って、擬似的な力学、あるいは力の方向の球を出してやるという研究というのは非常にたくさん行われています。おそらく2010年ぐらいからそういった研究が盛んになっているんじゃないかと思いますが、それの一つの例としては、例えば我々の今、動画でお示ししているように、皮膚を横方向に、水平方向に駆動してやると、その方向に力を感じるというようなデバイスを提案したりしました。 それから、例えば、代表的なものだと左下のものはこれはスプリングレットという研究ですが今度はこれは形状記憶抗菌を使って皮膚を一方向に引っ張るというものになったりします。こういった研究、今現在も続けて非常に活発に研究されています。いということで次にですね最後のトピックとして力学ディスプレイの応用ということでお話ししていきたいと思います。 先週を思い出していただくと、先週ですね、触覚ディスプレイの応用分野の方向性と、ここでは触覚といって特に皮膚感覚について、応用分野の方向性についてお話ししました。タッチパネル、エモーション、ナビゲーション、イントラクション、リアリティ、マルチモーダル、ザフォールボ l l 全身性、タクタイル AR と。まあ、こういうような方向性が触覚ディスプレイにはあるということを先週お話ししたかと思います。 で、同様にですね、力学ディスプレイにおいても、そんな変わることはありませんと私は思っています。で、力学ディスプレイの応用分野としても、やはりモバイル、エモーション、アフェクション、ナビゲーション、インストラクション、リアリティ、マルチモーダル、全身星ザフォールボディ、ハプティック AR というような方向性で、まあ、力学ディスプレイの現在の応用分野というのは、まあ、おそらく俯瞰することができるかなというふうに思います。 でまあ、ここからです、ね、いくつかあのご紹介していきますが、まあ、いろんなです、ね、応用というのが、先ほどのいくつかの応用分野の複数にまたがっていますので、そのどこにまあ位置しているかというのを、この右側のところでお示ししたいと思います。で例えばここに示しているのはです、ね、全身の、まあえー、あるいは全指。 ののスパイダーというものがあります先ほどからお話していたようにスパイダーというのは本当にいろんなバリエーションが作られているんですが全身に力学を提示してやるようなものあるいは指全体に提示してやるようなものこういった形で例えばナビゲーションに使ってやるあるいはモバイルデバイスでも使ってやるというようなことが行われていますで今度はエモーションアフェクションコミュニケーションということなんですが これはいわゆるロボットフォンというふうな名前が付けられている研究になります。で、これ実際に何がやられているかっていうと、ちょっと動画でお示ししますが、2つのぬいぐるみがいると。で、右側のぬいぐるみを動かしてやると、左側のぬいぐるみも動いてくれる。実はこれ、反対側に左側のぬいぐるみを動かしても、右側のぬいぐるみが動いてくれるというものになります。ですので、これを遠隔地で2台用意してやれば、 実は、お互いに、まあえーまあ、コミュニケーションを取るために使うことができるというようなものになります。で、これですね、非常に面白い遠隔の力学的なコミュニケーションということになるかと思いますが、実はそういった力学・触覚的なコミュニケーションということで忘れちゃいけないのが、この左下のインタッチというものです。これは非常に重要な研究なので、もしこの分野の方が、この聞いている方がいましたら、 このリンクをぜひ見てておいていいいたただきたいと思いますこのインタッチ、ちょっと写真小さくて申し訳ないんですが、実際に非常に重要な研究です。何をやっていたかというと、ローラーを遠隔地で2ペア用意する。実際にこれ3本のローラーで作られているんですが、それを2ペア遠隔地同士で用意する。そのローラーはそれぞれがお互いの姿勢を送信し合っていて、お互いの姿勢を コピーする、模擬するということをやっています。でそうしてやると何ができるかっていうと、要は、こっちのローラーをグリーンと回転させると、向こうのローラーも回転するわけですね。で、向こうのローラーも回転させると、こっちのローラーも回転させられると。ということは、ここで起きることっていうのは、要は、1本のつながった棒を遠隔地同士で回転させ合っているという状態になるわけですね。 まさにこれは遠隔地同士の、まあ、触覚コミュニケーションのエッセンスを取り出した非常に重要な研究ということになるかと思います。で他にもですね、例えばこの右上のピノキーという研究は、まあえー、ぬいぐるみにちょっとしたものを、えー、腕輪みたいなものをはめるだけでぬいぐるみが動いてくれるようなものになるというようなものになったりしますしあるいは左下のものは今度は 縫いぐるみの中、内部でですね糸で駆動するということによって縫いぐるみを動かすというようなことになります。ですから、これら全てですべ、ね、てひっくるめて、まあ、触覚的あるいは力学的なエモーション、アフェクション、コミュニケーションの研究になるかなと思われます。で今度はですね内視鏡周知シミュレーターというものをご紹介します。これ何かっていうと、要は力学定時装置なんですけれども、それによって 内視鏡手術とといいううももののをシミュレートしてくれるというものですでこれは実際の手術でその場で使うというものではなくて、その練習用ということになるんですけれども、非常にリアルな力学というのを感じることができるので、これによって手術を練習することができるということです。 じゃあ実際の手術で使われているかということで言いますと、実際の手術で,です、ね、ロボットの遠隔手術に使われているものとして代表的なもので、ダビンチというシステムがあります。でこれ、ですねあの遠隔手術に使うという言い方がされますが、ただその遠隔手術というのは地球の裏側同士で手術をするということではありません。まあ、そういうこともできるかもしれませんが、このロボットの遠隔手術というのの一般的な状況というのは、 患者さんの手術をする部屋とその隣の部屋あるいはもう同じ部屋でもいいんですねそこでこの装置を使うということになりますでこの装置実はこの製品としては力学のフィードバックというのはありませんでただし人の入力人がこう操縦するわけですけども人の操縦から例えば振動を取り除く微細な振動を取り除くあるいは 人の動きを縮小するというようなことはいろいろされていますで。そうすると何が起きるかっていうと、本来できないような神業の手術ができるんですね。なぜかっていうと、人間っていうのはどんなに名医であっても、どんな人でも手はちょっと振動するんです。それはどうしても取り除けません。ですけれども、それを信号処理的に振動を取り除いてやることができる。それから 手の動きを10分の1に縮小すれば、要は10倍細かい手術作業ができるわけですね。ですから、誰でもが名医の作業を、まあ、理屈の上ではやることができるということになります。でさっきも言ったようにです、ね、製品として力の提示は行われていません。でこれは1つの理由はです、ね、やっぱり力学提示ということをやったときに、あのまあ、フィードバックループということになりますので、 振動が発生してしまう可能性があるんですねで、手術みたいな環境で振動が発生するというのはやはりまあクリティカルな状況なのでそれであえて製品としては力の提示はない状況になっているということになりますただですね、研究としてはこれを力学提示をするということは各種行われていまして将来的には力学もちゃんと入るようなものになるんじゃないかと思われます で今度はです、ねまあ、スマートデバイスとかモバイルデバイスとかそういったものでの力確提示っていうのはあるのかということなんですが実はありますで。先週、あるいは先々週にお話ししたように指に対して力、まあ、モバイルデバイスを動かしているときに指に対して、まあ、摩擦力を提示するみたいなことはいろいろあったと思うんですね。ですけれどもここで提案されているのは何かっていうと指を 本当に動かしてしてまううという情報提示です例えばこの左側のものっていうのは何かっていうとモーターと糸で表面の薄い板を動かすということによって指が右や左に動かされます。でそれによって何をやってるかっていうと指が動かされることによって文字を提示するんですね。例えば A という文字だったら斜めに 斜め下から斜め上に線が来て、それから斜め下に動いてという、そういう動き方をすると思いますが、そういった指の動きをさせることによって、文字を操縦者に伝達するというようなものになります。でそういったコンセプトの研究で、今度はペンに対して行っているものというのが、例えば右上のものであったりします。で 今度はですね、トレーニングに力学提示が使えないかということで考えると、これは使えるというもので、ゴルフのトレーニングに使っているものがあります。で、ゴルフに関しては、ちょっと来週もちょっとご紹介するかと思うんですけれども、まあ、結構、まあ、趣味としては結構お金をかけてもいい趣味とされてますよね。ですので、ロボットトレーニングみたいな、まあ、こういったものもちゃんと製品として売られているというものになります。 でそれから、ナビゲーションインストラクションということで、まあ、ちょっと変わった研究を紹介しておきます。これ何かというと、えー、イライラ棒を、力と力学定装置を組み合わせるという研究なんですね。イライラ棒ってご存知でしょうか要は、まあえー、迷路みたいなものがあって、その迷路の壁にぶつからないように、まあ、ペンを動かしていくという、そういう遊びですよね。で、そういう遊びをさせている最中に、えー 脳波を測っておくと脳活動が変化するというのが分かるのでその脳活動変化に応じて難しいところに差し掛かかるとこの力核定律装置が重たくなるという制御をしてやりますでそうすると難しいと重たくなるつまりより慎重に動かしやすくなるということになるんですねそうすると要は難易度が自動的に調整されてうまく動かせるようになると。 そういう研究になります。非常にクレバーな研究じゃないかと思います。ナビゲーションの力学提示でナビゲーションするという研究です。だから力そのものを出しているのではないということによく注意してください。重さを変えることによって難易度調整をしているということがクレバーなポイントです。で、先ほどからナビゲーションの話が続いていますけれども、ここで トトレレーニング効果にに関しししててダイレクトに研究している例をご紹介しますでこれは何をやってるかっていうと、まあ、ペンが落ちる瞬間にその落ちるペンを、まあ、キャッチするというそういうタスクをさせてるんですねでその時に筋肉の電気刺激をさせてやることによってある意味無理やり掴ませるということもできるわけですでこの研究は何をしたかっていうとそういう無理やりな つか、まあえーまあ、ませるということをするのに比べてです、ね、実はちょっと筋電気刺激で教えてやるんだけれども、ただその教えてやったということに気づかないようなタイミングでちゃんとやっているということをしました。でそうしてやると、実は筋電気刺激によるサポートがあるにもかかわらず、自分でやったということ。 があるのでという部分があるので、これがです、ね、ちゃんとトレーニング効果が出て、電気刺激がない場合においても、まあ、より成績が向上した、このペンをキャッチするという成績が向上したというものになります。でこれ、一つの例ですけれども、やっぱりです、ね、あの力学提示でトレーニングをするというのは、昔から研究自体行われていて、いろいろあの、まあ、ポイントがあるんですが、一つの重要なポイントは、自分自身がやっ いいないとトレーニングにならならいということは、力学と A 装置で無理やり動かしてやった場合にはトレーニングにならないわけですね。でそれが実はある,あ,のあるタイミングで電気刺激をしてやることによって、まあえーまあ、自己主体感を失わない状態でトレーニングができるよということを示した研究になります。今度は力学における AR についてちょっとお話しします。 ここで紹介するのはスマートツールという研究でして、実は安全通帯の野島先生がやった研究になります。何をやっているかっていうと、こういったファントムみたいな感じの力確定装置を作ってやる。その力確定装置の先端にセンサーをつけてやって、そのセンサーが何かを感知すると反力が返ってくるようにします。で例えば、 そのセンサーとしていろんなものが理由考えられるわけですが、例えば、まあえー、電気伝導度センサーみたいなものを用意しているで。そうしてやると、電気伝導度っていうのは、例えばこの動画では、水と油を使ってるんですが、電気伝導度が違うわけですね。なので、どうなるかっていうと、この海面を察知することができて、その海面に触れた瞬間に力を返すことができる。 ですから、水と油の境界って普通は触れないはずなのに触れるように感じられるというものになりますで同様のハプティック AR の研究はいろいろ行われました例えば今度は先端の力確定時あ先端のセンサーをです、ね、力センサーに変えてやったものですでそうしてやるとです、ね、例えば柔らかいものを触っているときにちゃんと反力を返しているという制御ができるようになります そうすると、柔らかいスポンジなのに、硬いブロックのように感じるということを実現できるんですね。それがどういう意味があるのってことになるかと思います。ですが、実際、想像してみていただくと、柔らかいスポンジの表面に字を書くのは大変ですが、硬いブロックの表面に字を書くのは簡単ですよね。そういうふうに、まあ、要はタスクの難易度を変えることができるということになるわけです。 で今度はハプティック AR でもです、ね、定規として、あるいは自由度拘束として、ハプティックデバイスを使ったものがあります。でこれは 3D という研究なんですけれども、何をやってるかというと、何かです、ね、木を削って、まあえー、器を作ってやるような状態、でそのときに器の界面の部分に到達すると、まあ、要は反力が返ってくるというようなものになります。 まあそれによって、ですね、まあ、木の中から器が出てくるかのように、まあ、削っていくことができるというようなものになります。これ、当然、末端の部分にあの、まあ、位置計測、まあ、末端じゃないかもしれませんが、まあ、位置計測装置がついているものになります。でこれ見ると、ですねあのどうしても夏目漱石の夢十夜を思い出すんですね。で夢十夜でどういう話があったかというと、 あの仏像をですね、掘ってる物いる師がたとで、その物師が仏像を掘ってるのがあまりにもうまいというふうに感心していたらば実はあの、まあ、それはいやいや仏像を掘ってるんじゃないんだと実は仏像の形が木の中に埋まっているのを掘り出しているだけなんだぞという、まあ、あのそういうちょっとうがった言い方をしている部分があって場面があったかと思いますが、まあ、あのそれは一つのまあ 表現文学的表現かと思いますが、まあ、ここではある意味本当にそういうことをやっているということになります。でこれもです、ね、一種のハプティックエアル装置というふうに言えるかなと思って持ってきました、えー、ハンドモルフというものなんですけれども何かっていうと、まあ、パッシブデバイス、まあ、要はグローブ的なデバイスなんですがこれをつけると手が小さくなったかのような状態というのを物理的に作ることができます。 要は子供が物を持つってこんな感じなんだなという納得感を提示するようなものになります。これ実はですね、やはりこれも IVRC 発の作品の一つです。でですね、まあ、ここまでですね、触覚と、まあまあ、力学という話をしてきました。で、その触覚とか力学っていうものっていうのがの、どういうところからそもそもニーズとして生まれてきたかっていうことを、 考えてみるんです、ね、ちょっと昔のことをあのちょっと考えてみるのは意義があるかなというふうに思いますで。どのくらい昔かっていうと、平安時代にも力学提示デバイスがあったかもしれないっていう話です。でどういうことかっていうとです、ね、これ、左側の写真を見ていただくとです、ね、まあ、仏像の絵が屏風で描かれてますよねで。実はこの仏像の絵の手の先の部分から、 実際に糸が垂れてるんですね。で、実は昔の人っていうのは、まあ死ぬ時、臨終の時にですね、横たわりながら、こういった仏像の手から伸びた糸を手に持っていたんですね。そういう、あの臨終奥義っていうものがあります。で、要はあの、それは何かっていうと、つながりというものを、まあ糸で持って表現して。 まあこれから自分はあそこに行くんだというような感覚を得ていたと思われるんですね。で、今でもです、ね、例えばこの右上の写真にあるように、まあ、船でお別れするときにまあテープを投げたりするわけですけれども、それもまあちょっと似たことかなというふうに思います。それから最近、ちょっと話題になりましたけれども、コロナ患者がまああの手を握るということが、実際には感染の可能性があるので、それができないと。 いうことで、まああったかいお湯を入れたまあゴム手袋を使ってやるというようなことがあったかと思います。まあですからですね、あの触覚 VR ということでいろいろお話ししてきましたけれども、ある種こういったまああの背景というもの、まあ昔からこういうものが説望されてきたんじゃないかという背景っていうのは、まあ一度あの振り返ってみるべきところかなというふうに思います。 はい。ということで、今日力学のお話をしました。まず今日の小テストですけれども、これの内容を簡単に提出してください。それからですね、今日もちょっと実験レポートということで、ぜひ作触覚を自身で体験していただきたいので、2つ作触覚をやってみてくださいというのをレポートにしたいと思います。1つはシュードハプティクスでもう1つはラバーハンドのフィンガーバージョンです。 でシューダーアプティクスはです、ね、あのサンプルコードのリンクも示していますので、それを使っていただいてもよいですし、まあ、自分で書きたいという人がいれば使わなくても結構です。であのそれを体験するだけで、あの体験の様子の写真に載せればいいんですけれども、時間があれば写真を自分で変えてみるということもやってみるといいかと思います。で本来マウスの使う、マウスを使うべきなんですけれども、タッチパッドだとどうかということもレポートに入れてもいいと思います。 はい。ということで、今日のお話は以上になります。